遅い遅い、いつまで待たせる気だ。こうなったら高見一人で儀式を始めてしまうぞ。おい、そこのババア、お前のところのバカ息子はどうした？うるさいわ、せっかちじじい。なんだと？大体お前は昔から待つことを知らんのだ。お前こそ時間を守ったことがないくせに。少しは待ったらどうだ、この解消なしが。大方うちの高見に恐れをなして逃げてしまったのだろう。何を？政治はまだか？それが行方がわからなく。なんだと？いない。これで決まりだな。我が家から念願の水神が誕生する。なんと名誉なことか。高見よ、しっかりと湖を守るのだぞ。選手、どこへ行ってしまったんだ。さあ高見、あの竜の玉を取り水神となるのだ。選手、逃げたのか。俺と戦いたくないから。さあ早くしないか高見。このまま竜の玉を取れば聖地か。あのババアのバカ息子は掟を破った者として湖に沈めてくれるわ。聖地、俺にはできない。あいつを失いたくはない。男同士の友情って素晴らしいです。だから湖は枯れてんだから沈められねえだろ。あんたそれまだ言ってんの？なんでここに生贄がおるんだ。人質やるのも結構疲れるんでな。飲むなら俺が切っといた。サルキチさん、バカ力ですから。門番は私の魅力で。キジメさんたら門番の皆さんを無知で。あはー、これ以上は恥ずかしくてとても口には。でぃ、者ども、あいつらを取り押さえろ。早くするんだ高見。いやだ、俺は水神よりも聖樹の方が大切だ。高見、聖樹、その姿。聖樹、お前なんということを。聖樹さんってもしかして。高見、僕、私。聖樹、お前、女だったのか。何？女？ならば、水神は高見で決まりではないか。待ちなさい！みんな！遅いぞ、君丸！やっと来たわね！誰だ、お前は！水神を出すという水流族の役目は大切なことだと思う。だけど、二人の思いを引き裂いて、命を懸けて奪い合うこんな儀式、この桃姫が許さない。うぅ、者ども、こいつらを取り押さえろ。聖司さん、早く高見さんのそばへ。ここは僕たちに任せて。はい。やっと暴れられるぜ。もう、あんたはそればっかり。私も微力ながら援護いたします。でぃ、邪魔者をつまみ出せ。はっ、かかる。二人の邪魔はさせないわよ。魔法弾、はっ。うわぁ、くらえ、ドコンボは。ビリャー、聖樹。高見、高見、聖樹、今まで黙っててごめん。女だって言って嫌われるのが怖くて。いや、俺の方こそすまない。ずっとお前のそばにいたのに気づかなくて。俺ずっと一緒にいたい。これからもずっと。俺もだ、聖樹。もう離さない。高見、は、雨。バカ、竜の玉に触れていないのにこんなことが。竜の玉が二人を選んだのか。こんなことが。これでよかったのかもしれん。あの子を男に育てたのがそもそもの間違いだった。竜の玉が決めたことだ。
わしはそれに従うだけだ。この頑固じじめ。よかった。うん、一件落着ってとこね。よかったですわ。いろいろお世話になりました。竜の玉に触れずに水がめになったというのは前例がないんですが、これから二人で頑張りたいと思います。二人の愛が奇跡を呼んだのですね。お幸せにね。ありがとう皆さん。二人ともお似合いだよ。あ、そんな。いや、あのよ、ところでよ、何？セイジは女だったんだろう。そうよ。だったらよ、あの賭け俺の勝ちじゃねえか。もういいじゃない、時効よ。そうはいかねえな、肉まん10個。はいはい、わかったわよ。あれ、ももは？あー、これが竜の玉か。あ、もも、ダメだよ勝手に触っちゃ。見て見て、こんなに綺麗。割れちゃった。ごめんなさい。あの、竜の玉が割れたらどうなるんですか？さあ。前例がないことなので。もう